発達障害という才能を伸ばす、どうも発達障害カウンセラーのカズキです。本日は発達障害を持っているとすぐに人から舐められるというについてお話しいたします。僕ら ASD やアスペルガー ADHD なんかを持っていますと、とにかく上司とか同僚おつぼね様とかから下に見られたりとか舐められるなんてことありますよね。それがゆえにこき使われて理不尽な目に遭うなんて方もいらっしゃるかと思います。そんなんじゃね、まあ、嫌だからって言って反論したりとか言い返すなんてことする方もいらっしゃると思うんですが、やっぱりそれでも圧に負けてしまってなかなか思うようにいかないですよね。実際僕なんかも20代なんかはちょっと気の強い店長なんかに搾取されていた経験があるんですね。なので今回は、じゃあなぜ発達障害を持っていると舐められてしまうのか、そしてどうすればそういったことに対策が打てるのかというお話をしていきます。この動画見ていただきましたら、会社やプライベートでの人間関係っていうのはね、楽になっていきますので、ぜひ最後までご覧ください。というわけで、発達障害を持った人が舐められる理由、一つ目がすぐに謝るということですね。あ、すいませんと、あ、ごめんなさいなんてすぐ言っていませんか？もちろん失礼なことをしたとか失敗したら謝罪はすべきなんですけども、ありがとうの代わりにすいませんっていう人いますよね。あと別にそこ謝る必要ないよねなんていうのも、あ、すいませんとか言ってしまったりとかありません？行動するたびにすいませんっていうウド鈴木みたいなね。ぶっちゃけ多くの人というのはみんな優しいので、あなたがすぐに謝ったところでなんか言ったりとか強く出たりすることないんですが、サイコパスとかそういうちょっとパワハラ系のおつぼね様なんてのは、そういう人を見ると、あ、こいつは何言っても大丈夫なんだな、弱そうなんだなって思って、うわーっていろいろ言ってくるようになるんですね。あなたのことを下に見出します。そう、隙を見せちゃいけないんですね。やばい、本来であれば関わってはいけない人たちというのは、あなたのそういった弱そうな部分っていうのをもういち早く見つけてきますので、あ、すいませんすいませんとかってことをすぐに言わないようにしましょう。もちろん悪いこと言ったら謝ってくださいね。そして2つ目の理由というのが、卑下をするということです。必要以上にへりくだってしまったりとか、自分を下に下げるということですね。そりゃ相手も上に行きますよ。いや、もう自分なんて全然です、まだまだです、いや、もっと頑張りますなんて言っていたら、別に普通の責めるようなことを普段しない人でさえ、まあ全然だったら頑張れよってなりますし、無意味にへこへこされたら気悪いですよ。気分がいいものじゃありません。発達障害を持った人というのは劣等感大きいですし、人の気分を害さないようにしてこう自分が下手下手に出たりとかもするんですけれども、実はそれが逆効果だったりします。だって自分が下に行かないと相手が攻めるって思っているってことでもありますからね。別に自分を上に上げる必要はないですが、必要以上に下に行かなくても大丈夫。上司や部下という立場の差はあっても、あなたはあなたらしくいるべきですので、必要以上に自分を卑下するっていうのはやめていきましょう。そして最後3つ目が、姿勢が悪いということです。結局見た目とか雰囲気で舐められることが多いんですね。猫背で下向いてなんてやったら弱そうにも見えますし、シャキッてせやって気持ちにもなりますよ。特にアスペルガー ASD の人なんかは、顔つきや姿勢っていうのは無意識でこうなってることが多いんですね。人間中身が大事って言いますが、なんだかんだ人を判断するのは結構見た目だったりしますので、そういった姿勢とか雰囲気、顔つきっていうのは意外と大事だったりします。え、そんなことも気使わなきゃいけないの？なんて思うかもしれませんが、結局仕事っていうのは業務をするだけじゃなくて、そういったコミュニケーションっていうのも給料のうちなんですよ。なおかつそういった舐められてしまったら、あなた自身が仕事しにくくなってしまいますので、舐められないように強くあるというのはとても大事です。なのでまず明日からぜひやっていただきたいのは、姿勢というのは伸ばして、表情というのも最初は気をつけてみてください。鏡の前で笑顔の練習とか、無表情をしない、それだけでも相手の印象ってガラッて変わります。あなたに対する言葉遣いっていうのも結構変わってきますよ。もちろんそれって習慣的なものなので、すぐに気をつけられるってことはないですが、積み重ねていけば自然にできていけますので、馴染んでいきますので、ぜひやっていってください。さらにですね、他にも気をつけることがあと3つあります。これじゃあ具体的にどういうことなのっていうと、具体的には
僕の公式 LINE の方で対策動画というのを用意したのですが、こちらで一つだけお話しさせていただければと思います。これまず一つ目というのが言葉遣いですね。先ほどすいませんすいませんっていうのがつい口癖だよなんて人は、すいませんじゃなくてありがとうとか、あ、はい、わかりましたとかじゃなくて、はい、わかりましたとお腹からはっきり声を出すなんても大事ですし、使う言葉、言い方というのは結局その人の雰囲気であるとか人間性を表しますので、ちょっとだけ意識を変えてやってみてください。例えば僕なんかが、今日もですね、発達障害のことをやっていきたいと思いますみたいなことをやってたって、なんか説得力ないじゃないですか。まあ、つまりそういうことなんですよね。で、そういうのをちゃんと積み重ねていけば、あ、この人強く言ったら言い返そうだなとか、理不尽な要求しても飲み込まれなってことはやっぱり分かってくれるので、舐められることはだいぶなくなります。それでもね、自分の権利とかを使ってご利用ししてくるやついますけども、まあそれも稀ですし、そういうやつってもうどうしようもないので、とりあえず考えなくて大丈夫です。本来であればちゃんと接していれば舐められないのにもかかわらず、自分の振る舞いで舐められてしまうっていうのはあなたの可能性を狭めてしまいますので、まずは言葉遣いであるとか喋り方、姿勢、表情なんてのを意識してみてください。その他より詳しく知りたいなという方はですね、僕の動画説明欄の公式 LINE に登録していただきまして、本日のキーワード強者と打ってみてください。あなたが強くいられるようになるヒントというのをお話ししています。またよりね、詳しく知りたいなとか、今仕事でいろいろ悩んでるんだってことは、僕にお問い合わせいただきましたらカウンセリングさせていただきますので、ホームページよりお問い合わせください。僕は普段このようにあなたの人生がより良くなるような動画というのを投稿しております。さらに多くの人が幸せになりますように、この動画の拡散およびいいねボタンとチャンネル登録をお願いします。仕事で大変なこといっぱいあると思いますが、それらは大体のことなんとか改善することできるんですね。いや、そんなことできないよって自信持てない時もあるかと思いますが、大丈夫、一歩ずつ前に進んでいきましょう。あなたの幸せ心より応援しております。以上、和樹でした。